使用例おじぎびとは、工事現場の看板に描かれているキャラクターに対して、漫画家の鳥、三木がつけた造語である。工事現場の傍らに設置した看板で、ご迷惑をおかけしてます。工事中ご協力お願いしますといった文面とともに、通行人に向けて頭を下げ、注意、警告を呼びかけているキャラクターのことである。そのほとんどが安、安全帽安全帯。 安全靴を身につけている現場作業員の姿である。おじぎ人という言葉は鳥、ミキが平凡パンチで連載していた漫画作品愛の逆上がりに登場したのが始まりであり、そのおじぎしているスタイルからその名が付けられた。その中で読者へおじぎ人の募集をかけたところ、作者が思いもよらぬほど大量の写真が送られてきて、それらを作中で発表する。 おじぎびと特集が何度か行われた。しかし作品中で同じく読者へ募集をかけ、テレビ番組の一コーナーとなり、世間的に知名度が高まった。痛い話とは対照的に、おじぎびとの名は局地的にしか広まらなかった。連載終了後も断続的に紹介、募集を続け、これまで収集したおじぎびとをまとめた本。 街角のおじぎびとを2007年1月に出版した。おじぎびとに関しての資料がほとんどないため断言はできないが昭和30年代に大成建設が自社専用に出した安全坊やがおじぎびと第1号だとされる。ただ大成建設の方でも何年何月に誕生したか正確にわかっていない。他社でも似たような看板を設置されるようになりオリンピック景気。 高度経済成長期による建設ラッシュを経て日本中の工事現場に蔓延するようになる。1980年代後半から1990年代頃にかけてまでは絵として見ると違和感があるものが多数あったが業者独自にデザイン化されたのおじぎびとが作られるようになりまた動物型のおじぎびとも増えてきている。その一方何十年も 同じデザインで使われてきたおじぎ人も存在する。愛の逆上がり、街角のおじぎ人の分類による。おじぎ人とと似たような工事看板は、台湾、韓国に見られることが確認されている。しかし、欧米では、このようなおじぎ人は見られず、人型ピクトグラムが書かれた、道路標識のようなものが存在する。これについては欧米におじぎの文化がないためと、鳥、三木は主張している。 ありがとうございます。